に手を出してしまった芸能人たち。皆さんこんにちは。ファンに手を出したという言い方は悪いですが、ファンにとってはある意味夢のような出来事である。ファンに手を出してしまった芸能人たちを紹介していきます。どうぞご覧ください。劇団ひとりさん、番組内で突然俺もファンは全然食ったからねと告白。実家に帰った際、ファンであるという見知らぬ女性が玄関前に座っていたようで、実家に来ちゃダメでしょと注意をしたところ、ホテル行きましょうよ、絶対何もしないからと男性がいかにも女性に言うようなセリフを発言。結局されるがままでしたと過去を振り返っていました。結婚したいまではそういうことはないと信じたいですね。手島優さん、人気グラドルである手島優さんですが、東海テレビのヘベレケでぶっちゃけ告白。なんと人気絶頂時にファンを食いましたと告白しました。ファンの男性は手島さんのタイプだったそうで、毎週会いに来て泣いてくれるほど喜んでくれていたファンに、そこまで喜んでくれるならという気持ちから関係に至ったのだとか。ちなみに2回ほど関係を持った後、相手から振られたんですと暴露していました。その後もファンでいてくれたのでしょうか。尾形貴弘さん、お笑い芸人パンサーの尾形貴弘さん、アベマ TV に出演した際、ファンを相手に枕営業をしていたことを告白。劇場ですごい人気があった時だったんだよ。その時はめちゃめちゃファンに言ってたからと、ファンの女性と肉体関係にあったことを暴露しました。本人曰く営業として誇りを持ってやっていたと話しており、以前は八股中であったことも明かしていました。東野幸治さん、現在テレビで引っ張りだこの東野幸治さん、芸人駆け出しの若い頃、ファンレターに書いてあった連絡先と写真から、熱烈ファンであった現在の嫁である玲子さんとの交際がスタート。そして当時19歳だった玲子さんと結婚しました。東野さんの借金100万円を肩代わりするなど支え続けたようです。大場久美子さん、元アイドルである大場久美子さんは自身のブログにコメントをくれた男性ファンにメールを出したことがきっかけで交際がスタート。その後交際5ヶ月でアイドル時代から大場さんの大ファンだった男性と結婚しています。男性ファンからしてみれば、好きなアイドルと結婚するという夢のような出来事が現実となりました。千原誠二さん、千原ジュニアの兄である千原誠二さん、残念な兄と世間では言われていますが、現在の奥様は元ファンだったようです。きっかけはファンと行く沖縄ツアーの参加者だったようで、千原兄弟が東京に進出することをきっかけに結婚に至ったそうです。こうして見ると芸人さんの奥さんには元ファンだったという人が多いような気がしますね。